どうも、ジェイソン・ステイサムです。 I'll be back。 今日はですね、このラーメン屋マルゲンに来ております。まあ、マルゲンって皆さん知っての通りの有名なマルゲンなんですけども、なんかね、期間限定メニューが発売されたとのことで、これをご覧ください。超マーラー簡単です。これでも激辛好きの僕にとっては最高の的です。まあ、もう注文したんで、ただ今から食うだけなんですけど、これを見る限りわかると思うんですけど、もうすでに食っちゃってます。いろいろ僕の腹の中はもう8割ぐらい満たされて、苦しむことは確定です。まあ店内なんであんまり大きな声は出せないんですけど、普通に楽しみですね。楽しみにしております。で、店員さんにさっき聞いたところ、数字は15からを32倍までできるっていう、で2倍が限界っていう、なので僕はもう2倍で30からっていう挑戦したいと思います。さあ、商品が届きました。こちらです。見てください、これめちゃくちゃやばいっしょ。いや、えぐ、匂いがやばい、やばい、辛い匂いが、食うのか、かナイス。辛いもの好きなのぞうさんなら余裕で食えるはずです。余裕で食えるか。じゃあとりあえず混ぜていきます。はい、うわ、匂いがやばい。やばいね。よし、じゃあいただきたいと思います。はい、どうぞ。まずスープ。うん、お、おや？最後。辛い。そんなに辛くない。でもね、山椒はね、やっぱ強い。しびれ感は確かに伝わる。なるほど。でも、これ好きな人は好きですね、確かに。こういう山椒系がいいって人はいますから、ね。おお。動画で見るより麺は赤いです。ね、赤いですよね。どうした？辛い。どうしました？どうしました？やばい。どうした？山椒やばい。辛い。辛いっていうよりもね。すごい山椒の香りが口にブワーって広がる。なるほど。びっくりする。本当にびっくりする。たまげたぶったまげた。ちょっと一旦このさ、身を食ってみる。身これすごいじゃん。いちごか、うん、そのままパクっていっちゃう。
出すな、出すな、出すな、出すな。あ、うまい。まぐろ。まぐろ。俺苦手なやつだ。どういう味？やばい、苦手なやつだ。味が。苦いの？苦い。渋い。で今ティッシュ渡してなかったらどうなってた？ティッシュ渡してなかった。スポン。スポン。ポン。確かに辛いは辛いです。辛い。一本だけ誰か。一本だけね、一本。だからもやし一個だけ。もやしなの。どういう系か。これでも前食ったあのあれあるじゃん、アルゲンじゃん、オッペシャン、オッペシャン、あの期間限定のでもあれとはまた違う感じだ。なるほどね。ちょっと近くないですか？麺の麺の目線、今麺の目線でやってる。近くない。ちょっと当たっちゃうんで。当たらない程度に今。やばいやばいやばい。めっちゃすごいのが取れた。さあ、ニンニクを何杯入れるのでしょうか。あ、大丈夫です。単純にお腹いっぱいっていうのもあるんですよ。お腹いっぱいっていうのも。なるほど。どうしました？どうしました？いいね、今のサムネで使えるな。いいですか？大丈夫ですか？どうしました？ライキライブ辛い。来てる。気が済めた。気が済めた。
躊躇してました。でもやばくなってきた。腹いっぱい点と山椒に対するちょっと怯えが。でもね、美味しいよ、美味しいけど。お腹いっぱいですって感じ。なるほど。ショットレです、ショットレ。で、じゃあ野球の練習終わりにこれって言われたらどう？これを4キロな、その、元の体重に戻せば食うと。この辛いやつを。もう食べるでしょ。食べる食べる。それと同じです。なるほど。あの像を食べるのです。頑張れ。どうしたどうしたどうしたおいおいどうした やばい、どういう感じでやばい？辛い。辛い方でやばい。いや、普通に辛くなる。辛い。いや、ペシャの方がもっとやばかった。この後もあるんで、ちょっとあんまり無理はしない。流し込んでるぞみたいな。もうすいません、勘弁してください。まだあと残っています。無理です、勘弁してください。全部ほらあるじゃないですか、まだ食べましょう。ラスト一口でいける。これは気合い。そう、全部食えやって多分コメント来ると思うから、残さずいっちゃおう。もう最後気合いだ。
味しかったですよ。美味しかったですけど、やっぱり苦手な人は絶対食べるべきじゃないです。で、腹ペコの状態で食ってください。大丈夫ですか、皆さん。ちょっと体調不良です。病院、救急車呼ぶかも。まあ、というわけで、皆さんも興味があったら、期間限定なんで、ぜひ食べてみてください。ゾウンパ。君の手